はい、えー、と今回はですね、寺田トヒ彦がですね映画に対する文章を書いてますので、そちらについてご紹介してみたいと思います。まあ、当然ですね、ダリオア・ルジェントとこう、えー、絡めてですねお話ししたいと思います。えー、ということで、あの寺田トヒ彦ですね、映画時代という文章を書いてるんですけれども、そこにですね機械と映画の関係ですね、まあ、これちらについてあの寺田トヒ彦が少しねあの、自分の意見を述べてますので、そちらをご紹介してみたいと思います。 まずですね、機械ということで、まあ、あの、読んでみたいと思いますが、まあ、機械の活動日を取り入れたフィルムもあるが、やはり、こしらえものは実に空想で面白くない。例えば、メトロポリスのように現れる機械などは、幼稚で、愚鈍で、無意味というよりは、不愉快である。これに対して、平凡な工場のリアルな機械の映画には、実物を見るとは、 またた違った深い味がある見慣れた平凡な機械でも適当に映し出されるとそれが別な存在として現れ実物では見逃している内容が目に飛び込んでくるのであるというようなことを書いてるんですよね。でまあ,あの寺田虎彦にかかるとですねこのメトロポリスですねフリッツラングのメトロポリスももうねこういう形になります。まあ、確かに、ね、メトロポリスというのは あの本当にねあの、サイレント期ーーのね、傑作であると言われてますよね、言われてますし、あの本当にですね、あのその後、ね、あのジョルジョモルダーの音楽がついたねあの、バージョンというのもありますけど、なんか私はあの、ジョルジョモルダーのね、バージョン、すごくあの嫌いではないというか、むしろ好きなんですけどね、あのジョルジョモルダーの派手なね、音楽が鳴るとこう、ちょっとメトロポリスのね、イメージがだいぶ変わってね、すごく、あのー、なんかすごい映画だなって感じがしてですね。 あのちょっとあんまり評価されないのが残念ではあるんですけどね、えー。ただですね、あのメトロプリス、どちらかというと作り物と言いますかね、あの当時の SF という形になりますとですね、やはりね、あの何ですかあの、一時期のね SF に作られた、なんですか、いわゆるこうメタリックでね、何もない無味乾燥な未来世界の世界観ってありますよね。まあ、2001年宇宙の旅なんかもそうなのかもしれませんけど、むしろなんかシンプルでね、うちあの服も服なんですかね、あの人間の服。 着る服もね、こうなんかこう、水着みたいなね、すごくこう、シンプルになっていって、部屋にも何も置いてないとかね、そんなような未来映像って、未来の、えー、っイメージってありますよね。本当なのかなって感じがしますしね。あの、メトロポリスに出てくる機械っていうのは、本当にね、あの、機械との、本当にね、こう、人を支配する機械といいますかね、そういうような感じなわけですよね。まあ、作り物感の満載のね、機械であるということで、まあ、それとそれでね、そういう狙いはあるんでしょうけれども、まあ、むしろね、 あの寺田虎彦に言わせるとね、嘘っぱちと言いますかね、そんなように見えるということなんでしょうね。それに対してということで、まあ、平凡な工場のリアルな機械、まあ、本物の機械ですよね。だから、なんていうのかな、あのい,いわゆるこう未来の機械とかね、あのこれ見逃しに移すようなものではなくて、まあ、ごく普通の機械なんですよね。だからそれれを見せるられるとすごく ああ、こんなのがあったのかなというふうに思うというのが、このテラトロヒクの見解なんですね。で、これを見るとですね、まあ、ダリオ・アルジェントのサスペリア2なんかもね、あのまさにクローズアップで映される機会というのはそうなんじゃないかなと思うんですね。例えばラストシーンですよね、サスペリアパート2。あの、犯人がですね、ネックレスをあのエレベーターに絡まされて、絡まされるというシーンがありますけど、あそこでですね、あの主人公のマークがボタンを押すとですね、 ガーッとこうね、あのエレベーターの動輪ですよね、このモーターの芯がこう、クローズアップで映されて、ガーッとね、そのやるエレベーターのですね、こうゴンドラですね、そこがこうね、上下するためのモーターが回るというシーンがね、映し出されますよね。まあそんなところはごく普通なんですよね。まあ誰もが見ないんですけども、別にとり分けてですね、普通の変な仕掛けがあるわけではなくてですね、あのモーターが回る仕組み。 でモーターが回ったということを示すだけなんですけれども、まあ、そこのシーンってすごく印象的なんですね。まさにですね平凡な機械であるということですね、あのモーターの軸ね。あのまあ、平凡なんですけれども、平凡なゆえにね、まあ、こういう映し方をさせられるとですね、すごいなというふうに思うわけですね。ああのびっくりしたということですね。で同じでですね、例えばこうテープレコーダーですね、あの謎の,あのサスペリアパート2で言えばですね、 謎のコモリュータが聞こえてくるというところでですね、えーまあ、テープレコーダーにね、録音されたコモリュータはです、ね、流し出されるシーンがあるんですけど、そのテープレコーダーの、えー、テープが回るというところですね、すごく大写しで、クローズアップで写しますよね、サスペリアパーツに、ね、かそういうカットがありますよね、まあ。そこなんかもですね、ごく普通に漫才を食べてれば単なるテープレコーダーが回ってるだけなんですけども、そういう写し方をされるとですね、要するに、 別な存在に見えると。別な存在として現れるということで、まあ、普通にね、あの漫然と見てしまっていれば、ごく普通のテープレコーダーなんですけれども見、見るというふうになるとですね、やっぱり別のような側面で見えてくるということがあります。まあ、同様に、サスペリアパート2で言えばですね、えー、要するにこうレコードですね、レコード、まあ、子供の歌のレコードがですねあの、ターンテーブルでかけられるシーンがあるんですけれども、その中でもですね、 そのターンテーブルに載せられたはあのレコード針ですよね。レコード針のところをですね、ずっとね、カメラがこうクローズアップでね映していくというシーンがありますで。そこもですね、普通だとそんな撮り方しないなと思い,思いますしですね、そのレコード針がね、レコードが音楽が流れるからといってですね、まさにこうレ,コードバレコード版のねあの表面をね、カットで映すっていうのは、普通考えつかないかなと思うんですよね。でただですね、ダレー・ワルジェントはそういったところをですね、 あのまさにクローズアップでですね、レコードバリューを映して、音楽を聴、ね、かせるという、まあ、そんなようなことをやってるわけですよね。で、まさにそのシーンも、このトレンド・トラッコが言う、ですね平凡な機械なんですけれども、平凡な機械でも、まあ、適当に映し出される、非常にこうベストな形で映し出されることによって、ですね別の意味を帯びてくるということが言えるわけですよね。 まあそんなところにですねあの、ダリオ・アルジェントのこのサスペリア・パド2の凄みがあるということになりますね。まあ、こういったクローズアップの描写というのはこう、サスペリア2はね、今回は、何、え、で、ーえー、すかね、いわゆるね、あの例として挙げましたけど、例えばサスペリアにもありましてですね、その他の作品もですね、クローズアップによるごく普通なものの描写というのが、まあ、あのしばしばですね、ダリオ・アルジェントの映画には見られるわけですけども、まさにですね、こういった形でこう作り物のものをね、あ,のあえて 大きく写すではなくて、ね、よく見慣れた一般的なものをです、ね、あの特殊な特殊といいますかね、こう普通では考えられないようなショットで写すということで、ですね、まあ、そういった形であの存在と内容がですね見る者の,の、えー、目に飛び込んでくるというふうに言うことができるのかと思います。そういった意味でね別の意味をこう作り出すという効果もあるんではないかなと思いますよね。えー、ということで、まあ、今回はテラトトラヒコの映画時代というさ。あの まあ、短文ですね。あのまあ、エッセイですね。そこからですね、このえ機械の活動日というね、あの、えー、文章をですね、ご紹介させてきました、まあ。今回はね、以上ということでさせていただきたいと思います。